今度はあれが見ていきましょう。あれが見たときはやり方が落ちないですから、今度はこっちに投げたいですね。体を投げて。さて、向こうからこう返していく。今度はあれが必要ないですから、つまさないですけど、ここからこう返していく。こっちの時を、これぐらい向いたら返していく。これぐらい向いたら返していく。自分はその時は痛いと思ってください。投げる時は、ここをしっかり回していく。これしてこれぐらい持ちにくいですよ。この右でこういうことしたら自分で引っかかってますから、普通に入り込みながら返してくれるんです。こちらでも大事ですよ。これぐらいの向きから返してくれる。こちらからこう返してくれる。この時に今度はくっつけたままの状態ができますから、なるべくくっつけたままこのこう動かしていくと自分の手元に力が抜けちゃいますから、こうしてですね。